いたずら合戦。昨日川でこれを見つけたの。それ前にもあったわ。みんなもっと気をつけるべきよ。そうね、プラスチックを川に捨てちゃダメよね。川の水が汚れたりしたら大変だもの。ベイビーボトル谷のみんなに教えなきゃ。じゃあ水に色をつけるのは大騒ぎになるんじゃない？平気よ、すぐに消える。そしてみんなの様子を山の上から観察するな。いいわ、ちょっとだけよ。面白くなりそう。私の勝ちね。次は私、この装置を発明したの。空飛ぶ石よ。危ない。うそ、ミッシー何をしたの？何にも。じゃあなんで水が紫なの？家から出る青も紫よ。みんな、おしゃべりの泉を見に行こう。ハッシュタグ紫、ハッシュタグ水。アイスクリームみたいに甘いの？何か大変なことが起きてる。ファンタジーたちに相談しましょう。ハートの翼、ファンタジーの世界へ連れてって。左足出して、右足出して、開いてちょうだい。ファンタジーポータル。みんなどこに行ったの？私にも見せて。ナーラがいるよ。ケイティかわいそう。見てよ、キャンディのあの顔、ひどすぎ。色水のいたずら最高だわ。うん、水に色をつけたのはファンタジーたちよ。私たちを見てた、山の上から。そして笑ってた。やり返そう。私たちも同じことをやるの。こんにちは。コニーがケーキを作ったの。家に食べに来て。ケーキ食べたい。ねえ、全部食べないでよ。食べないんだから。どこ行くの？コニーの家、ケーキを食べに。3人を観察しよう。最後に笑うのは誰かしら。早速罠に引っかかった。見てて、ティナはこう言うわよ。どう？オレンジは大好き。私の目の色にぴったり。次の罠にも引っかかった。見てよ、私キイチゴみたいで素敵でしょ。まずい、こっちを見てる。待って、逃がさないわよ。色水で汚れたじゃない。先にやったのはそっちでしょ。ただのいたずらよ、汚れは落ちるわ。みんなに教えたかっただけなの。この前川にプラスチックボトルが落ちてたから気をつけてほしくて。水はとっても大事なのよ。だから大切にしないと。そのことをみんなにも分かってほしいの。でもこんないたずら最低。それにそんなボトル知らないわ。でも誰かが捨てた。もうしつこいわね。私たちは捨ててない。そんなはず。それ私のよ。見つけてくれてありがとうね。この前風で飛んでいっちゃったの。ところで今日は何のお祝い？何をお祝いしてるか。ああ、色水の日よ。あ、最高。ごめんね。確かに私たちちょっとやりすぎたわ。でもこのいたずらは冴えてた。教えてくれる？
宇宙飛行士スペースベイビー。そしてついに超大きな隕石からファンタジーマウンテンを救ったのよ。わー、そういえば隕石ってどうやってできるか知ってる？ファンタジージャンパーのすっごい話は知ってるよ。ジャンプして星にタッチしたんだって。それよりさ、宇宙に星はいくつあると思う？ファンタジージャンパーがどうやって星にタッチしたか知ってる？高く高く飛んで、昨日ね、涙の惑星を見つけたんだよ。やめてワンディ、今は面白い話をし合ってるの。宇宙飛行士スペースベイビーがその惑星で迷子になっちゃってる。まだそこで泣いてる。それ本当の話？もちろん本当よ。まだ宇宙飛行中なの。宇宙へ行って涙の惑星から帰れなくなったの。なんで？それはスペースベイビーが帰り方を知らないからよ。嘘。じゃあスペースベイビーは一人ぼっちで惑星にいるの？そんな、かわいそうだわ。スペースベイビーのことが気になるわ。たった一人で迷子になってるんだよ。このまま放っておくわけにはいかない。私たちで何とかしよう。スペースベイビーを助けましょう。そうよ、宇宙へ行こう。もう待てないわ。涙の惑星、レッツゴー。イエーイ。大丈夫？その方法じゃ無理よ。宇宙はすごく寒いから羽が凍っちゃう。私のアイスクリームの雲ならジャンプしながらたどり着ける。何してるの？スペースベイビーを助けに宇宙に行こうとしてるの。何のベイビー？あ、そうだ、スペースベイビー。ファンタジージャンパーみたいに高く飛びましょう。宇宙へ行こう。ねえ、二人とも宇宙へ行くの？じゃあこのトランシーバーが役に立つよ。どうすればいい？スペースベイビーなんていないの。でも今本当のこと言ったらみんなに嫌われちゃう。注目してほしくて作り話をしたって。ワンディの話は嘘だって。トランシーバーのおかげで明らかになったわ。本当？ならその嘘に乗ってあげよう。ワンディにお仕置きをするってわけね。私はおやつを食べようかな。望遠鏡ってすっごく重い。次はあなたに任せる。何があったの？ワンディも見てみて。嘘、こんなことってスペースベイビーがいるっていう惑星でしょ。何のこと？あ、そうだ、うん、スペースベイビーね。で、ジェナとジェシーが助けに行ったの。どうやって？ジャンプよ、これで繋がってるから平気。はい、二人とも大丈夫？それが帰れなくなったの。お願い、助けに来て。大変、どうしよう。二人がスペースベイビーを助けに行って帰れなくなっちゃった。でも大丈夫、私が助けに行く。ウィニー、ロケットで出発よ。ジェナとジャシーは私に任せて。ジェナ、ジャシー、どこにいるの？スペースベイビー、作り話だったはずなのに。スペースベイビー。ついにあなたを見つけたわ。え？なんでここに？どうやって来たの？騙された。スペースベイビーのことは嘘なんでしょ？そう言ってるのをトランシーバーで聞いたの。そうなの、みんなが面白がる話をしたかったから。みんなごめんなさい。だけど泣かないで。嘘は良くないけど、私たちを助けに一目散に来てくれた素敵な友達だわ。これで自慢できる話ができたわね。マジックティアー。すごいな。みんないい？嘘は絶対にダメ。本当のことを話すのが勇敢なの。スペースベイビーは本当にいるの？お話はもう終わりなのにパンディは何にも分かってない。
がついた綺麗なユニコーンを見たんだ。お願い助けて。どうしたの？ワンディと天体望遠鏡を試そうとしてたらコアリーとリジーが来たの。あ、デイジーもほら歌の女王で雷が落ちたけど雨は降らなかったからみんなで楽しめると思ってたらデイジーが消えちゃったの。そんなのありえないよ。でね、お家の中にいるか一応見に行って出てきたら、そしたらね、ワンディとリージーまで消えちゃってたの。一体どこ行ったんだろう。あー、おう、危なかった。ありがとうジェリーズ。ビド、あ、あ、あ、ビド、いいこと考えた。ファンタジーワールドまで乗せてもらおうよ。もう大丈夫よデイジー。ほらほら早く乗ってベイビーたち。ドッテプロッテドッテプロッテ。ねえみんな、こんなものを見つけたよ。何それ？デイジーのバッグだ。でもすっごくちっちゃくない？焦げた匂い。説明書によると嵐の日に使うのはとっても危険みたい。もし雷が落ちたら周りのものを全部豆粒サイズに縮めちゃうんだって。あ、雷？はあ、豆粒サイズになっちゃったのかも。嘘でしょ。どうやって見つけたらいい？こんな時のために準備してるんだ。うわあれ、うわ、脅かさないで。じゃあさ、魔法を使ってワンディの心を読んでみるよ。変なの、真っ黒で何も見えない。リンゴ、美味しいジャムができるね。ジャム？あ、縮んだことは分かったから、あとはあの子たちを見つけて元に戻すだけ。雷がこっちから入ってそっちから出ていくときに豆粒サイズの体に当たれば元の大きさに戻るの。ネッシー、あなたの魔法を使って空から雷を落としてくれない？任せて。私なら天気を変えられる。助けて。おいしそうな音がする。目を閉めてグレース、容器いっぱいに入れなくていいから。暗いジャムを翼の広場に持って行ってみんなに配っちゃう？そうね、いい考え。私のせいだわ、望遠鏡に触らなければ。うん、私のせい、望遠鏡ちゃんと見てなかったから。私が悪いの、あなたをお世話しなきゃいけなかったのに。信じてベイビーたち、きっと大丈夫。 You just need to wish it with all your might. Sometimes I feel like it touched the skyWith my fingertips and fly. If it all goes wrong, just trust yourself. はい、みんな、暗いジャムのトーストはいかが？あれ、おしゃぶりでもなくしたの？足元に気をつけて、踏んづけるかも。あれ、ジャムが出てこないわ。中で何かが詰まってるのかも。見てみる。うわ、しゃべる虫が入ってる。そこにいたのね、みんな。見つけた。始めるよ、準備はいい？もちろん。それじゃ、ネッシーお願い。雷よ、落ちろ。If you trust yourself. Mm-hmm.
ご招待。どうもありがとう。お尻がちょっぴり痛いけど。お願いがあるの。ティアラを貸してくれる？バッチリおめかししたいのよ。お願いお願い。いいわ、ティアラを貸してあげる。でもそういう態度はやめて。今年はみんなの注目を独り占めできるわ。何があっても絶対にティアラをなくさないって約束して。わかった、なくさないわ。私の王冠、素敵でしょ？かじったら怒るわよ。ファンタジーに頼んで借りたの。特別なフルーツだから絶対キャンディーより目立てる。それはどうかしら。わあ、つけて写真撮りたい。私もそのティアラつけてみたい。私も似合うか確かめたい。ダメよ、絶対ダメ。すっごく大事なものだもの。じゃあ明日の私のパーティーでね。みんなのパーティーだよ。ティアラさん、よく休んでね。明日は一緒に輝くわよ。ほほう、今日はパーティーよ。どうしよう、ティナのティアラがないわ。ティアラはちゃんと金庫に入れてたの。ティナ、私を信じてちょうだい。ティアラがないと何も見えないわ。何も見えないの？ティアラがないと魔法は使えないの。誰が取ったの？返してよ。私が羨ましかったのは分かってるの。キャミ、一緒に犯人を探して。あなたは旅行に行ってたから犯人じゃない。私も犯人じゃない。ファンタジーとスケボーしてた。なるほど、翼の広場の全員が容疑者ってことね。あなたは違う、パティ。犯行現場から出てって。誰が撮ったんだろう。私を見ないで。手伝って、ティナ。まず犯行現場をじっくり調べましょう。サングラスにリボン、充電器。見て、これは何？キャンディーのよ。じゃあ指紋を取る粉を使ってみよう。どうやら容疑者は3人。よく聞いて、ティアラを盗む動機があったのは3人よ。私もそのティアラつけてみたい。シャック、キャンディーが貸してくれないから盗もうと思ったんでしょう。そんなことしてないよ。じゃあなんで犯行現場にあなたのサングラスがあったの？わかったよ、あそこに行ったのは認める。でもティアラをつけてみたくて、どうにか金庫を開けたんだ。はっはーん、よし。ティアラをつけて鏡を見たら全然似合ってなかったから金庫に戻した。じゃあ犯人はレナ。あなたの充電器を見つけたの。私じゃないわ。家に行ったら金庫が開いてたから。 SNS に投稿する写真を撮っただけ。で帰った。ということはティアラを盗んだ犯人は。私も似合うか確かめたいわ。サーシャ。私にはパイナップルの王冠があったのよ。じゃあどうしてこれが現場にあったのか説明できる？どう？それはプレゼント用よ。みんな同じものを持ってるわ。確かにそうね。じゃあなぜ不安そうなの？私は盗んでない。私の王冠？ダメ！逃げないで、泥棒を捕まえて。この王冠を守るために走っただけよ。謎が解けたわ。ペットの足跡の。やだ、なんで見落としたんだろう。ごめんね、サーシャ。あなたがティアラを盗むわけないのに。いいのよ、結局一番注目を集めたのはキャンディーじゃなくレイディーだった。泥棒騒ぎのおかげね。結局最高のパーティーになったわ。わー、わー。 Cry, baby, cry.
ただいま谷の広場からお届けしています。今年もお楽しみの金のおしゃべりアワードファンタジーマウンテンとベイビーボトル谷が一緒になって開催します。さてベストダンサー賞に輝くのは誰だと思いますか？じゃあベスト魔法賞は？ベスト魔法賞はこのケーキよ。おお、ほんと魔法ね。だってケーキが消えちゃった。ポカッ。もうもうズーズったら笑いすぎよ。中でも笑い転げちゃったわ。ねえ、金のおしゃぶりアワードは今夜だよ。なのに笑ってばっかで準備が終わってない。急がないと。スースー、笑うのを我慢してちょうだい。みんなつられて笑って何もできなくなっちゃうわ。またあんな風になったらステージの準備が間に合わないよ。わかった、もう絶対に笑わない、約束する。みんないい？スースーを笑わせないで。わかった。さあ撮影しよう。さてインタビューを続けます。どうですか？面白いことは言えないわ。ダメよスポット、面白い尻尾の振り方しないで。心配ないよ、ケーキはもう一つある。うわ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 ダメ、このままだとまずいわ。口を塞いで。食べられるかな。皆さんこんにちは、金のおしゃぶりアワードが始まりました。実はちょっと事情があってステージをきちんと立てる時間がありませんでした。でも受賞トロフィーさえあれば大丈夫でしょ。では、最初に発表する賞は一番愛らしいベイビーで賞です。栄えある賞に輝いたのはお願いレディです。堂々と歩かなきゃね。うわ、大変だわ、トロフィーまで壊れちゃった。うわ、大変なことになっちゃった、みんな泣いてる。ここはスーズに笑ってもらうしかない。スーズ出てきて。アワードには行きたくないよ。見て。スーズ笑ってちょうだい、みんなをハッピーにして。笑いたい気分じゃない、悲しいもん。いい考えがある。私はドリーミー、私が作れるのはアイスクリーム。あ？ラーラだよ。手品を見せます。え？見て、パティだよ。特技はスケボー。Crybabies, magic tears. Some of our children are in the magic world.
それでもないわ。違う違う、ダメ。うわ、世界一のアイスクリームケーキにぴったりの果物はなかなか見つからないわね。はあ、おお、ああれ、うん、はあ、ナナ、あなたラッキーね。あなたのそのバナナで世界一のアイスクリームケーキを作ってあげる。わあ、フルータスティック、ありがとう。そんな風に言ってくれてすごく嬉しい。マジックティアーズジェリーズ。そのバナナ残しておいてね。ウィープルピッタリリコリコ。トロピカル、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 ギャー、アップアップアップ。バナもいなくなってた。じゃあバナが取ったのよ。バナナを独り占めするために。嘘でしょ、バナはトゥッティフルッティワンの泥棒だってこと。私のイチゴが、私のスイカ、私のオレンジは無事かしら。待って、バナは果物を盗んだりしない。ケーキはもう無理ね。諦めないで、ケーキは作れるわ。バナを見つければいいのよ。どうやって見つければいいの？本当にバナが取ったと思うの？じっくり調べないと。何かあったのかも。バナ！あれ？手がかりよ。見て！ここにも川がある。これはきっとあのバナなのだわ。急いで！手がかりを追いかけよう。見て！また川があったわ。見て！そこにも川がある。バナったらまったく。ここなら絶対に見つからないわ。バナも私のイチゴを絶対見つけられない。果物到着。バナがいつ現れるかわからないから静かにしてね。バナは泥棒じゃないわ。そうに決まってる。バナを捕まえればはっきりするわ。あー、泥棒が来た。さあドリーミー、あなたの出番。うん、ふん。あなたたちそこで何してるの？あ、私のバナナよ。泥棒はバナじゃなかったのね。ほっとしたわ。ジェラート。だったらバナはどこ？バナナを返して、泥棒は。もうジェリーズは工場には入らない、そういう決まりでしょ。あれ、バナ。バナごめんね、果物泥棒だと思ってた。許してくれる？許すって言ってる。ババババ。これでアイスクリームケーキを作れるね。バナが最初に食べなきゃね。Cry babies, cry babies, magic tears. その大地と魔法のボケの世界。
ービーの伝説前編。そして彼は気づいたのです。そのひどい匂いの正体はなんと自分のおむつでした。あおっと時を戻れ。自分のおむつでした。やるナイスキャッチありがとう。じゃあ私の番、みんないい？今から私が紹介するのはベイビーが大嫌いな恐ろしい怪物ナービーの伝説です。金の角の魔法を使ってナービーは見たものすべてを金に変えてしまうの。じゃあこの金のおしゃぶりも見られたからこうやって金になったのね。そうよ。サーフボードも金色になるかな。これまでナービーには誰も近づいたことがないの。なんだ、だったら興味なし。あなたが行けば。私は新しい星座を探しに行く。その方がよっぽど安全だもん。写真撮っちゃおう。うん、ちょっとフラッシュは切ってよ、眩しいでしょ。で、誰が道案内するの。できるのは他にいないでしょ。おしゃべりだからこんな目に遭うのよね。悪い怪物じゃないかもよ。金の魔法は本当かな。念のため目を合わせないでおくつもり。それシャックのサングラス。ちょっと借りたの。すぐそこだからついてきて。3時間も歩いたのに全然進んでない気がするんだけど。戻った方が良くない。金の石だわ。ということはつまり、あれ、ああ、ここがナービーの洞窟。もう見たからいいよね。怪物が起きる前に一回ろう。ナービー、あなたに会いに来たの。アイスクリームは好き。助けて、金にされた。ナービーは私たちを金にする気じゃなくて金のアイスを食べて欲しかっただけなのかもね。きっとすごく美味しいよ。残念、私びっくりして落としちゃった写真は後にしてたギ。そんな場合じゃないの、うん、洞窟に戻ってアイスクリームを。私は戻らないからね。ダーギー騒ぎすぎ。おーナービーはベイビーだ。仲間なんだ。一人ぼっちなのね。きっとナービーは私たちに嫌われたと思ってるんじゃない。悪いことしちゃったそんな時はこれしかない。時を戻れ。うん、全然味がしないわ。ナービー、お友達になりましょう。怖がらないで。私たちと一緒に遊ばない。すごく素敵。本当にごめん。この目で見ると何でも金に変わっちゃうの。ペットの奈良も金の像になっちゃった。助けなきゃ。心配しないでナービー。私も魔法の使い方を習うまで全部アイスクリームに変えちゃってた。ちょっと訓練すればいいだけよ。ほら、シャックのサングラスをかけてごらん。そしたら目を隠さなくていいから。私の爪も金になるところだった。すごくかっこいいよ、おしゃれ。いい感じ。訓練を始めよう。向こうにあるものを見て。いい？じゃあゆっくり外すよ。思ったより大変かもしれないわね。魔法をコントロールできるようになったかも。これはすごいよ。やった。全然味がしない。誰かを金に変えちゃわないか心配しないで。こうしてみんなと一緒に飲めるなんて最高だよ。仲良くなりたいって分かってた。お友達になってくれてありがとう。あなたたちのおかげでこれから誰かを金にすることはなくなったけど、奈良はもう。私たちが助けるわ。果たしてベイビーズは奈良を元に戻せるでしょうか。次回も絶対見てね。
イベイビーズはどんなものでも金に変える魔法を使うナービーと出会いました。ナービーは魔法をコントロールできるようになったけど、問題はまだあったのです。ナービーの伝説中編、ファンタジーならアイディアを出してくれる。そのアイディアで奈良を元に戻せるはず、うんうん、そしたらまた遊べるね。イエーイ、マジックショー見に行く？ミッシー、あなたののんびりにはほんと困っちゃう。マジックショーに遅れちゃうって。すぐ行く。新しいベイビーよ。はい、みんな、あの子金の像を持ってる。新しい友達のナービーよ。ナービーが持ってるのは像じゃなくて、この子はナラ、僕のペット。僕の魔法がちょっぴりかかっちゃったせいで、ナラは金になっちゃったんだ。元に戻せる？ティナ。もちろん方法を見つけるわ。ショーは諦めよう。優しいのね。プレゼントをあげる理由ができたわ、うん、プレゼントあげるの大好き。金になったナラを元に戻すには、うんうん、方法がわかった。でも簡単じゃないし、すごく大変よ。大丈夫よ、手伝う。じゃあ私の歌を聞いて。If you want to break this magical spell, you need to search for the pure water. Then you submerge it 3 times, and then you sing this song. And on the last drop of water.Water, we'll get it. Water, that's for magical and pure, so refreshing and so bubbly. Don't submerge it in the bathtub, because for sure it will not work. And don't dig a hole in the sand, that also will not work. Water, that's for magical and pure, so refreshing and so bubbly. There's just one place that's magical, and now I say it tragically. That place is...がある場所をどうやって突き止める？そうだ、マジックショーよ。今日はもう魔法はいらない、うん、きっとラーラの魔法の本にヒントが書かれてる。あれは秘密の本だよ、ラーラが見せてくれるわけない。だったら気は進まないけど、うん、借りるしかないわ。では魔法の呪文を唱えます。アブラーカタブラーホーカスポーカス、ステッキよ、甘いアイスクリームになれ。残念だったね。物をアイスに変えるのはドリーミーに任せましょう。次はびっくりするカードのマジックです。さあうまくいくかしら。次のマジックは一人ではできないの。ジャシーに拍手を。カードを選んで。ありがとう。あなたはこれじゃなくてそれを選んだのね。このカードが好き。よろしい。次はこの魔法の粉を帽子に振りかけます。そしてこの帽子の中から、ジャシーカードを見せて。もうバラね。帽子の中を見てみましょう。あれ、リム？それではこれです。さよなら。皆さん、ラーラに盛大な拍手を。どうやって消えたのかな。ここで何してるの？あなたの魔法の本を見せてほしいの。この子のために直接そう言って。大失敗するところだったん。あれは失敗じゃないの。この本に載ってるのは技だけ。本当のマジックはマジシャンが持ってる才能。あった、儀式は水中でやらないと効果がないみたい。あ、紙が破れてる。切れ端はどこ？あの泡の中だわ。どうすればいいの？泡を生地変えるの？すごいわナービー。儀式は水の中でやらないと効果がない。場所は虹の湖。やった、場所やった。ゴールデンマジックスピアーズ。わあ。ああ綺麗なパジャマだ。虹の湖へ出発よ。ねえ、こう書いてある。捕まってレディー、湖はすっごい嵐で守られてるって。次回も絶対に見てね。
Friends in France いよいよ今夜ね、楽しみ。 Friends forever friends Today for you Tomorrow for me サーシャ、ねもしかしてあなたも今日行くの？歌の女王デイジーのコンサート。かくれんぼするんじゃなかったっけ？かくれんぼ大好き。やってもいい？アンジー、コンサートに遅れちゃうよ。お願い、いいでしょ？遅れないから。Through thick and thin, friends to the end。一度だけして、みんなでコンサート行こうよ。わかったわ。親友だから許してあげる。あ、大好きよグレイス。マジックティアーズ。にステージ作るなんて絶対見逃せないコンサートね、デイジー。まあリジー、あなたは世界一のマネージャーよ。今日は最高のコンサートになりそう。ほんと数え終わったら探しに行くからね。見つかる前に柱に触れればその人の勝ち。わかった？了解。20、19、18、17、16。ネッシーとフォクシーを。はーい、ベビーたち。あ、サーシャ、かくれんぼしてるの。隠れるのを助けてくれる？ええ、任せて。ありがとう、フォクシー。あー、次は私の番。3、2、1、もう一回。なに？ずるい、教えてもらうのはなしよね。お願い、チェリーズ、探すの手伝って。見つけた。この時期に雲が低いのはちょっとおかしいわね。見つけた。次はグレースを見つけるわよ。私とベイビーたちの勝ち。そんな、グレースったらいつの間に。さてと、そろそろコンサートに行きましょう。ダメよグレース、今度はあなたが鬼なんだから。え、歌の女王デイジーを手伝えるなんてものすごく光栄。歌を聴かせてもらえない？もちろんよ。Friends forever friends Friends forever friends 見つけた。え、うん、見つけた。ああ、デイジーのコンサートが始まる前にアンジーを見つけなきゃ。うわー、とっても素敵。あなたにぴったりのステージよデイジー。でもまずコンサートの前にお化粧しないと。私、敏感肌だから気をつけてちょうだいね。心配しないで。使うのはイチゴ水入りトゥッティフルッティのアロマよ。ピア、助けて。グレースとかくれんぼしてるんだけど、どこに隠れたらいいかな。え、何？あ、大変、コンサートの時間になっちゃった。きっとグレースは私を待ってるはず。あ、彼女に怒られちゃうよ。行かなくちゃ。じゃあね、ピア。じゃーん。わあ、すっごく素敵よ。デイジー、開始10分前よ。このコンサートをあなたに捧げるわ、トッティ。ありがとう。あなたの歌には感動しちゃうわ。アンジー、アンジー、もう降参。では、温かい拍手でお迎えください。歌の女王、デイジーです。まずい、コンサートが始まっちゃった。アンジーはきっと会場ね。待ってて、アンジー。If you feel like a drop in the sea。 グレースったらここにもいないのね。彼女コンサート見逃しちゃう。ねえ、あなたたちアンジー見た？悪いけど見てないわ。きっと仲よ。でも満員だから通れないの。でも私、どうしても。どい、あー、やっぱり大丈夫。もう少し探してみる。ありがとう。 If you feel like a drop in the sea Dance, dance, dance hard Facing life without fear Dance, dance, dance hard Facing life without fear。 クリス、サプライズゲストの登場です。あなたはいつも新しいチャンスを見つける。 Friends forever friends Friends forever friends Through thick and thin
巨大なベイビー。手が届かないんだけど。もっと背が高かったら取れるわよ。そうだけど私は小さいから大人になってもこの木みたいに大きくならない。ギガ果物を食べたら巨大になれるけど。ギガ果物？魔法の果物なの。トゥッティフルッティワンのどこかに隠されてる魔法の木になる実よ。今まで聞いたことないけどどうしてだろう。インターネットに載ってたよ。アンジ、ギガ果物を食べたら巨大になれば木に手が届くわよ。でもどうやって見つけるの？ここはドッティの出番じゃない？まあ見てて、うちのスポットは世界一鼻が利くんだ。匂いを嗅けば何でも見つけるの。ほら、何か見つけたみたい。ちっちゃい木だね。これがその魔法の木？ん？私を見ないで。アンジ、ギガ果物を食べてみて。そうなの、今年はとっても。え？うわぁ、どうしちゃったの？巨人になったアンジーが。危ない、逃げて。はい、ベイビーたち。うわぁ、気をつけて、踏むとこだったよ。あら、ボム。優しく持たなきゃ潰れるからね。びっくりした、アンジー、ギガベイビーに変身したんだ。ギガベイビー？それはいいね。はっはっはっは。ほらね、果物を取るのに困らなくなったでしょ。体が大きいって最高ね。アンジーがギガ果物を食べたみたい。巨大になった体にはいいところと悪いところがあるから注意しなきゃ。アンジ、船で遊ばないで、壊しちゃうよ。だって私にはおもちゃが小さすぎるんだもん。今の音何？お腹が鳴ったの。お腹空いちゃって。ご飯できたよ。じゃあみんな一緒に食べようよ。ああ、ね。腹ペコだったんだ。え？アンジが全部食べちゃった。体が大きいからたくさん食べなきゃいけないの。ベイビーたち、なんとかしなきゃ。アンジーがくしゃみしたらきっと月まで飛ばされちゃう。でも小さくする方法なんてある？簡単よ。ミニ果物を食べればいいだけ。ミニ果物？ギガ果物の逆バージョンってとこね。どこで見つけられるの？スポット探して。果物がなる木にしては随分大きいのね。登るわよ。これを食べて、アンジー。この体好きなの？だけど一緒に生活するのは大変なんだもの。ほら、元の大きさに戻らないと。嫌だってば。もう小さくなりたくない。ギガベビーが通るわ。大きいままでいたいんだもん。マジックティアーズジェリー、助けて。アンジうわぁ、メガジェリーズだ。こうなったのは私のせいだわ。なんとかしなきゃ。よし。自分のしたことを見て。うわぁ、これ全部私がしたの？あなたはその体が好きでも私たちには危険なの。そうだね、許して。でもちっちゃくなる前にやっておきたいことがあるの。なんて立派なの、アンジー。いいね、すごい。アンジー大好き。アロハ。まずい、ミニ果物まだ残ってる？
ぎの歯。私たちが見えないの？お化けになってる。あー！鼻水お化け後編。心を空っぽにして呼吸するの。見て、ここにいたわ。あの本を持ってる。ねえ、ここよ。私たちがいるってわからないのね。じゃあこうしよう。いた。ディーナったら乱暴なんだから、静かなところに行こう。ファンタジーたちにどうやって気づかせよう。そうだ、ついてきて。よし、バッチリ修理できた。ありがとう、ミッシー。あら、ねえ、みんなを見た？コニーやリアは？うん、見てないわ。私が最後に見た時はお化けを探してた。お化け？すごい。何かあったのかもしれないわ。ペットたちもいないの。お化けなんていないよ。みんなを探そう。本があるわ、行こう。もうちょっとよ。ティーナ、他の場所へ行こう。ここじゃ集中できない。そんな。がっかりしないで。向こうは私たちが見えないの。だから何をやってもいいのよ。あれ。そうよ、集中してブルーに。私の計算によるとみんな近くにいる。やだ、ベトベトしてる。鼻水お化けの鼻水よ。たどってみよう。向こうが気づいてくれないと、いたずらしてもつまんない。大変よ、もう時間がないわ。早く本を取り戻さないと私たち消えちゃう。お家に帰りたい。そうだ、鼻水みたいな涙をいっぱい落とそう。鼻水がラーラの家まで続いてる。行ってみよう。休まずに呼吸を続けて。これ何？待って、鼻水だらけ。あれは何かのサインよ。こんばんは、中に誰かいる？何してるの？何？ベイビーズが僕を助けるために呪文を唱えてお化けになった。本を取り戻すためにポータルを通ったきり戻ってこない。1時間以内に戻らないとみんな消えちゃう。どうしよう、早く見つけなきゃ。何が見える、ティナ？待って、ベイビーズがお化けになって行方不明、繰り返す行方不明なの。謎が解けた。行こう。みんなどこなの？ヒントをちょうだい。行こう、気づいてもらわなきゃ。ここにいる。鼻水のところに。絶対そうよ。見えないけど、いいこと思いついた。どうしたの？今の音は何？大急ぎでキラキラを鼻水の上にかけて。お安いご用よ。じゃあ行くよ。キラキラが役に立ったね、ロージー。見つけた。元に戻すにはどうすればいいの？嘘でしょ？本当にお化けになってる。やったー！よかった、元に戻った。もう時間がないよ、急いで。呪文を唱えて僕を家に帰して、お願いだから。ウサギの足、クマの歯、本に戻って、鼻水お化け。ありがとう、みんな。マジックティアThank you.
出てきちゃった。美味しそう。これにしよっと。早く食べたいな。一口ずつね。あ、気をつけて、エイリアンだ。気持ち悪い。聞いて、青虫さん、うちのリンゴに勝手に入らないでくれる？食べられても知らないよ。そうそう、早く出てって。え？何が起きてるの？目が回る。あ、早く行きな、青虫さん。いや、それはダメ。なんで？たった今早く出てけって言ってたよ。とにかくこれからはあのリンゴに住むからね。家から追い出すなんて間違ってるでしょ。別に追い出そうなんて言ってないから。かわいい青虫さん。なんで青虫とピクニックしなきゃいけないわけ？楽しくていいんじゃない？グレース、虫と一緒に食事するなんて気持ち悪いよ。でもすっかり仲良しだからね。うわ、そんなにたくさん？青虫さんって大家族なのね。全員トゥッティフルティーワに連れてきたいって。でもどこに住むつもり？果物の中？それは無理よ、アームシさん。果物は大事なエネルギーだもん。はい、ご主人様、好きに使ってください。お父さんはここ、こっちにお母さん、弟はこれにしよう。何してるの？アームシさんの家族が住む果物の予約。でもみんなのオレンジだよ。暗いジュースを作れなくなっちゃう。アームシさんの家族に家をあげることより暗いジュースを飲む方が大事だってこと？悪いけど忙しいの？はい。アオムシに会ってからアンジーの様子が変なんだよね。大げさよ、いつもと変わらないわ。なぜ地面を張ってるの、アンジー？アオムシさんがこうしろって言うから。マジックティアーズジェリー、すぐ助けに行く。待ってて。もう心配ないよ、私が来たから安心して。やっぱり何かおかしいよね。分かってる、ジェリーズ怖いよね。追い出したい？でもジェリーズはここに住んでるの。ジェリーズをツッティフルッティワンから追い出します、ご主人様。そっか、変だと思ったらこの悪い青虫に催眠術をかけられてたんだ。そのリンゴ貸して。青虫さんは私が守る。待てー。あれ、はい、お、お、あの催眠術を解いて。もう催眠術はかけさせないからね。アンジーを戻さなきゃ、ジェリーズに渡すよ。あれれ、やっと戻った。アオムシが催眠術をかけたの、果物を狙ってた。トゥッティフルティワンから追い出さなきゃ。そんなのダメよ、家族のために家を探してただけなのに。確かに悪気はなかったよね。こうしよう、家族一人一人に果物の家をあげよう。いい考えだね。ありがとうって言ってる。じゃあさようなら。家族が新しい家を気に入ってくれるといいね。前回のお話
別な果物、そのイチゴを探しに行こう。ドッテプロティ。なぜここに連れてきたの？果物を全部食べたからよ。まずい。フッティフルッティバーへようこそ。後編。うわあ、みんなおしゃれね。写真撮らせて。助けて、みんなが捕まっちゃった。どうしたのレディ。私たち甘くて大きな果物を食べてたの。そしたら突然、小さくて変な言葉をしゃべるカラフルな怪物が来て。大きな果物？カラフルな怪物？変な言葉？みんなを助けなきゃ。 GPS オン。そうだよ、助けに行こう。ジャムの瓶を通ったら甘い匂いがするとこに着いたの。わあ、いい匂いがしてきたね。ハッシュタグいい匂い。動かないで、小さな怪物がいるかも。確かこっちよ。いや違う、こっちかな。ラーナたちだ。変なベイビーが果物を運ばせてるよ。このオレンジジュース最高。どう？すごくかわいそう。意地悪されてるよ。みんなを助けなきゃ。私たちも捕まるかも。そうだ、変装すればいい。果物の匂いで香水の匂いがしないわ。見て、バナナに変身よ。かわいい。それに美味しそうな匂い。リムが道を見つけた。これで工場の機械を動かせる。グレープフルーツグミを100個作ろう。あー、大変、間違えて100万個にしちゃった。じゃあ食べてね。あー、ちょっと、あなた誰？なんで鏡があるの？レロ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 。あー、やっと来たね、ベイビーたちだよ。みんな友達よ。あなたたちがさらわれたと思った。友達との感動の再会だね。綺麗な涙だわ。マジックティアーズジェリーズ。これ生きてる。怖い。大丈夫、いたずら好きだけど噛みついたりしないわ。ジェリーズはこの世界を支えてるの。この子たちがいないと美味しい果物は取れない。すごい。あなたたちにトゥッティフルッティワンを見せたいのね。工場で果物を絞ってジュースを湖に流すの。すごい。果物の種類によってジュースの色が違うのよ。ここが果物工場よ。ここでジュースを混ぜるの。いいリズム。見て、かわいいお菓子だよ。すごく素敵。はい、私アンジー。ここではスムージーやシェイクが飲めるよ。バナナとメロンとオレンジのはある？もちろん、好きな果物を選んで混ぜるの。トゥッティフルッティワンに乾杯。やっぱりこの組み合わせ最高。幸せ。この旅行今までで一番楽しい。やっと見つけた。あなたたちはここを知ってたの？ええ、ここの隅々まで知ってる。私たちはいつも望遠鏡で観察してるの。じゃあこんなに素敵な場所が他にもある？ええ、どの場所にも特別なマジックティアーズがある。すごい。私たちを連れてって。自分で見つけてみて。一つずつ。まずはプレッツェルの作り方を教えて。手でこねて作りたいの。
ートには何でもあるわね。うえ、ナナ、さっき塩を渡したでしょう。うん、塩味のフルーツパイ、まずすぎる。お料理ってすごく楽しい。みんなのためならもっと楽しそう。うん、ひらめいた。ごちそうするのはどう？ファンタジーたちに、ベイビーボトル谷のみんなにも。シェフは私よ。そんなのずるい。じゃあ私はお皿を運ぶ。フルーティーレストラン、お手紙です。うん、今のは誰？あ、手紙だわ。誰からだろう。スッティフルッティワンでの食事会に皆さんを招待します。あはは、やった。お腹いっぱい食べようね。イエー。ねえナナ、果物工場から果物を持ってきたよ。ありがとう。一番乗り、やったー。いた。怪我はないわ。うん、ようこそ。アンジー、お皿を運んで。まずはサラダです。おいしそう。これまで食べた中で一番のフルーツサラダだ。ボクシー、勝手に手で取らないで。手を洗ってなかったよ。最悪だったらこれもう食べない。待ってて、すぐに新しいサラダをお持ちします。私もおかわり。ボクシーがグリフのを食べたから急いでもう一皿作って。手は二つしかないのに。お客様が料理を待ってるのよ。私がシェフだったらすぐに作れるわ。なんですって？どうぞ。サラダはもうすぐよ。私がウェイトレスならお皿を落とさない。本当？じゃあ今からあなたがお皿を運んで、私がお料理する。すみません、果物じゃなくてカップケーキが欲しい。カップケーキはないの。なんだがっかり。そうだ、ドリーミー、この果物をアイスクリームに変えてくれない？わー。気が変わったわ。やっぱりフルーツサラダがいい。シェフにそう伝えます。ちょっといい？私、果物はきっちり2センチでないと食べられないの。ケチャップかけて。果物にケチャップ？これもかけて。ケチャップもね。私の料理がめちゃくちゃよ。かわいそうなアンジー。このアイスクリームにチョコをかけたらもっとおいしくなる。ここにチョコはないわ。私の家にあるわよ。谷に行って取ってこいって言ってるの？よろしく。おいしいけど、そう、クリームが足りないわね。クリームはないわ。なら私の家にあるよ。はいはい、取りに行けばいいんでしょ。すごくおいしいけど、サクサクのウエハースがあればもっと完璧になる。ここにウエハースなんてないわ。うちに。あんたってもう取りに行かないからね。すみません、私のデザートはまだ。そう、いつまで待たせるの？お腹すいた。かわいそうなナナ。お腹すいた。お腹すいた。お皿運ぶのも大変ね。料理するのも大変。感謝の気持ちをみんなに。うん、ちょっと。マジックティアーズジェリーズ。すっごく楽しかったと思わない？二人だけで料理してた時は。いい？こうなったらもう甘い顔はしない。フルーティーレストランだもん。やめなさい。食べながらおしゃべりしない。ナフキンで顔をきれいに拭いて。テーブルに肘をついちゃダメ。手を洗ってきなさい。お行儀が良くなったわね。もう食べ物で遊ばないでね。調子に乗っちゃった。ごめんなさい、許してくれる？謝りたいから、今度はあなたたちにごちそうする。すっごくおいしいのができた。お砂糖がちょっぴり足りない。蜂蜜かけたら？蜂蜜はないんだ。そうだ、コニーの家にあったわよ。
うん、いい匂いね。頑張ろうと。何も確かめずに警報を止めちゃった。どうして警報が鳴ったの？こんなのおかしい。果物がもうないってどういうこと？あなたも気づいたの？ええ、もちろん。って何を？ここに果物がないこと。ずっと雨が降ってないから木が枯れちゃいそうなの。大変！だったら今すぐみんなを集めて話し合わなきゃ。さてと、まずは私から話すわね。雨が降らない原因を突き止めるために調査チームを作るっていうアイディアはどうかしら？うん、賛成！もしこのまま雨が降らなかったら、トゥッティフルッティワンから暗いジュースが全部なくなっちゃうわ。今すぐ何とかしなきゃ。もう待ってるだけじゃダメ。だったら何かやろう、何かやろう、何かやろう。エアエア、エアエア、エアエア。雨乞いの踊り、すごくいい感じじゃない？でも踊ったって何も変わらないわ。こんなことしても雨は降らない。何？よく聞こえない。おしまい。頑張ったわね。ねえ、大丈夫？空を見て、雲を呼び寄せたわ。でも、そんなことありえる？雨乞いで雲を呼んだわ。雲は呼べても雨はまだ降ってないけど。じゃあ次はあの雲にくしゃみの粉を打ち込んでくしゃみをさせてみましょう。すごい作戦だね。この大砲でくしゃみの粉を発射する準備ができた。いい？カウントダウンを始めるよ。10、9、くしゃみの粉？はっ、それでうまくいくの？7、6、5、待って、4、5、うん、あっ、うん、ほらみんな、この調子で頑張ろう。ウィーブタウィー。これからダーダが雲が泣いちゃうようなとっても悲しいお話を聞かせてくれます。雨が降らない、雨が降らない。ウィー。こら、そこで何してるの？ちょっとそれを返して。あ、それよ。あ、やった。泣くほど笑ってるわ。これで雲も笑い泣きしてくれるかも。笑ってる間に果物の木は枯れていくのに。マジックティアーズジェリーズ。全然ダメね。当たり前よ。こんなことで雨が降るわけない。どうしてもっと早くそう言わなかったの？言おうとしたけど、みんながすっごく張り切ってたから正直な意見なんて言えなかったの。今はあなたの意見を聞きたいわ。空に雲はあるけど灰色じゃないし、畑から遠い場所にあるわ。わかった。問題は風がないことよ。風があれば雲を湖の上に動かせる。湖の水を吸い上げた雲を畑の上に動かして雨を降らせるのよ。でもどうやって風を起こすの？そうね、あれよ、果物工場の風車で雲に風を送ればいいんだわ。賛成。風車にエンジンをつけよう。決まり。そうすれば強い風を起こせる。今度こそ絶対うまくいくわ。このボタンを押して風車が猛スピードで回るよ。メル、あなたが押すべきよ。あんなに一生懸命やったんだから。Cry baby.
ちっちゃくなったクライベイビーズ前編。わー、メガ天体望遠鏡なんて本当にもらっていいの？もちろんよワンディ、プレゼントするの大好きなんだもん。あれ、このボタンは何だろう。ダメ、触らないでサーシャ。私が説明書を読み終わるまで待ってた方がいいわよ。もしかすると恐ろしいことが起きるかもって書いてある。例えば衛星が降ってくるとか、ブラックホールに落っこちちゃった時みたいに私たちがちっちゃくなるとか。じゃじゃーん、プレゼントが2つあるんだ。今日はプレゼントがいっぱいだわ。何かしらね。はい、リージー、私の大好きないとこ、うん、あなたをずっと探してたのよ。そして2つ目のプレゼントは、まるで宇宙の中で一番輝いてる星が空から地上にやってきたようなスター。ではご紹介しましょう。歌の女王デイジーです。この子はミース、私のパートナーよ。私がコンサートを企画してツアーを回ってるの。必要なものある？ないけど、あちこち移動してるからクラクラしちゃって。うわ、ここで少し休憩。大変、嵐？今？雨が降ったらせっかくの天体望遠鏡で何も見えなくなっちゃうよ。覚えてる？雨を降らせないダンス。ああ、 Rain, rain, go away. Come again another day. Rain, rain, go away.Another day. Water is vital for the plants, for the veggies, and for almost everything except for playing. Rain, rain, go away. Come again another day. あれ、なんで止まないのかな。私に任せて。私の荷物運んでくれる？もちろんよ。きっと移動で疲れてるよね。世界中を飛び回るのってすごく。素敵な天体望遠鏡。これがデイジーの荷物。かわいいスーツケースね。うん、ボタンが。あれ、デイジーはどこ行ったの？もう家に入ったんじゃない？ちょっと、誰が望遠鏡触ったの？デイジー、ねえ、お部屋にいるの？中にもいなかったわ。あれ、今度はあの二人まで？どうなってるの？私たち縮んだみたい。誰かが天体望遠鏡を触ったんじゃない？私は危険だなんて知らなかったんだもの。これからどうすればいいんだろう。危ない。わー、ちょっとみんなどこ行ったわけ？ミース、歯磨きしてないでしょ。あー、早く逃げて。ミース手伝って。多分みんなかくれんぼしてるの。中を見てくるね。もういいかい？みんなどこ？ここだ。おけばここね。見つけた。ここでしょ。家の中にいないし、何か悪いことでも起きたのかな。熱気球で旅行に出かけたとか。で、ハリケーンに吹き飛ばされて山の頂上に取り残されちゃったとか。助けを呼んだ方がいいよね。ファンタジーならきっと探す方法を知ってるはずよ。